おはようございます。コルナゴアングラーです。時刻は朝5時。本日も小貝川にやってきました。ルアーはダイソー VJ。 川の真ん中に向かって投げ込みます。川の水はとても少ないです。見がかり注意ですね。ルアーを小刻みに動かします。見がかりです。でも簡単に取れました。あ、また寝がかりか。いや、ヒットです。ものすごく引きます。これはあいつですね。しかも、すれがかりのようです。竿はダイソールアーロッド。リールはシマノサハラ C3000HG。 PE は 1.5 号を巻いています。なので、あいつなんかはへっちゃらです。ドラグが結構出されます。大物ですね。近づいてきました。カモ、準備。カモ投入。キャッチ。引き上げます。80センチのハクレンでした。今年に入って初ハクレンです。関の近くが空いたので移動しました。ダイソー VJ を川の真ん中に投げ込みます。今日も狙いはシーバスです。シーバスが食ってくれることを願っています。寝がかり？いや、ヒットです。重量感のある引きです。ということは、あいつですね。大木がかかっている感じです。川の真ん中にはあいつがうじゃうじゃいるのでしょうか。近づいてきました。なかなか弱ってくれません。カモ投入。重たい。70センチのハクレンでした。ハクレン、レンちゃん。ご視聴ありがとうございました。コメントやチャンネル登録お待ちしております。